坂井市部は、戦国時代から安土桃山時代にかけての丹波国の武将。丹波国滝軍の国人である丹波坂井氏の一族、大沢城主。丹波国滝軍の有力国人、丹波坂井氏の一族である八田坂井氏の客男として生まれる。父の泉守豊か京和八城城城主の旗の元秀の勇筆として使え、書状の発揮を行っていた。 八田堺氏は、八代堺氏の所流にあたり、大沢城を本拠としていた。また、八田という名は、市祖の堺正地下が居住していた八田館に居を構えた、ことが由来である。そもそも、堺氏は、鎌倉時代以前の滝軍の有力黒人であったが、15世紀後半に、新興勢力である旗の氏が台頭してきたことにより、求心力を失い、栄少年間には、 旗の方との戦いに敗れ、その支配下に属すことになった。堺一族の投的結合を目的とした、高専寺への土地寄進、クルスの新政党連署上には、わずか3歳で、八った堺氏の党首として署名していることからも、早期に家督を譲られていたと考えられる。そのため、堺氏の家老である杉本氏や石井氏が幼少であった、支部を補佐していたと、丹南町氏には記載されている。 小田氏の丹波平定の際には、主君、旗の修士に従い、巨城である大沢城に牢城した。巨城の大沢城が、明智軍の攻撃を受けた際、八条城,城に、呪しで敵の来襲を知らせたが、網が城の明智軍に阻まれ、援軍が派遣されなかった。そのため、大沢城、六将城、助、幾山クヤの三条と共に応戦したが、 鉄砲による明智氏の攻撃により降伏した。この時、支部の名城の使者として、家臣の杉本氏と石井氏を明智方に派遣している。その後、支部は明智光秀の家臣となり、本能寺の変でも従軍した。しかし、敗戦後、大見国大津瀬田付近において、18歳で討ち死にした。ありがとうございます。